はい、どんどん行くどん、生田どんということですね、ゾロイリカ46です。はい、ですね、まあいろいろありまして、動画が上げられてなかったんですけど、はい、まあそうですね、まあ明日は握手会ということでですね、まあ僕は始発組で、行かせていただくわけなんですけれども、まあ前のね、善悪のレポはもう多分いいと思うんで、まあ収穫と、あとはちょっと雑談だけ、話したいなと思います。はい、 BGM はまあ育者元ならね、まあ馴染み深いと思いますが、オペラ座の怪人のシンクオブミーです。はい、まあじゃあまず育ちゃんの収穫というか、まあさらっとやる方あれなんですけど、ここですね。はい、こちらです。はい、マーチ2ですね。はい、メイド、はい、コンプです。はい、あとはこちらの方はですね、まあ若月さんのなどのね、まあそこら辺の界隈の人にですね、まあいろいろ無償してもらいまして、これまあ痛恨でさらにより3枚だったんですけど、これでまあワンコンプではですね、前押しの人がいまして、はい、その人にですね、まあ提供しました。はい、ということで、まあ今コンプとより3枚と引きが1枚ということですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、そうですね、何喋っていきますかね。そうですね、まあ新集発表されましたね。花柄ワンピースですか。はい、あれですね、まあ自分まあ5時だったじゃないですか、通なのにですね、まあ寝ちゃいまして、自分。はい。僕もバカだったんですけど、いろいろありまして、まあ、爆睡してしまったんですね。それで、まあ、起きたら、11時、12時ぐらいで、で、まあ、夜のですね。で、見てみたんですけど、もう品切れで、もう一瞬で品切れで、もう最悪だと思いまして、はい。なんで、まあ、まあ皆さんの開封してるところで、まあ僕はまあ開封できないかなと思いますね。はい、まあ届くのはかなり遅くなるかと思いますけどね。まあでもその時はもう皆さんも取れ終わってると思いますし、はい、そうですね、まあそういうことですね。それとですね、まあ明日の、握手会はですね、まあいつもの格好なんですけど、まあ最近僕はですね、もうでっかいパーカーあったじゃないですか、まああれ、まあ会場で絡んだ方はまあ僕のパーカーを知ってると思うんですけど、もうあれつけるのもあれだなと思いまして、もう僕はもう、暑かろうが寒かろうが、貝の虎の半袖で全部行くことにしました。はい、なんでまあね、皆さんね、僕だけも半袖で浮いてると思うんで、多分自分見つけやすいと思うんでですね、はい、まあ僕はですね、まあめくって半袖とかそういうわけじゃないんで、もう最初から半袖なんで、まあ最初から半袖の人見つけたらまあ僕なんでですね、まあ気軽に、声をかけていただければなと思います。はい、あちらビッグサイトですか。まあ YouTube の方でもね、遠征してる方もいますし、いろいろいますし、はい、まあ、まあ絡める方がいましたら、まあ新しくね、絡める方などがいましたらね、まあメッセージで飛ばしてくれれば連絡先など交換しますので、はい、まあそれだけですね。はい、まあ新車あったらまた、今度はねしっかりと、購入ね、してね、まあさっきのあれはですね、まあソータ君から聞かせてもらったやつなんで、はい、まあ僕、まあ、実は買えなかったんでね、あ、終わっちゃいましたね。はい、まあそうですね、以上ですね。はい、ということで、まあ、提供、今度は、まあ、買いますので、まあ、ちゃんとね、取れして提供を
出していこうかなと思います。はい、まあ簡単にね、明日のことだとか雑談とか、やらせていただきました。はい、まあまたね、たびたびというか動画を出させていただきますので、ご視聴お願いします。はい、というわけで、今回はご視聴、ありがとうございました。